ウェイン・シミエンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カンザス州レブンワース出身。アメリカの男子プロバスケットボールチーム NBA のマイアミヒートに所属していた。身長206センチ、体重113キロ、ポジションはパワーフォワード。カンザス州レブンワースの高校を、大学はカンザス大学に進学した。大学4年の時、その年の NCAA 男子バスケットボールオールアメリカンズファーストチームに選ばれた。大学卒業後、2005年の NBA ドラフトでマイアミヒートに全体29位で指名された。NBA 入り後、同じポジションのアントワン・ウォーカーやユドニス・ハスレムらの影に隠れ、あまり出場機会が得られなかったが、ルーキーシーズンに NBA ファイナル優勝を経験した。2007から08シーズン前、トレードでウォーカーらと共にミネソタティンバーウルブズへ移籍。しかし、シーズン開幕前に解雇され、その後スペインのカセレス CB でプレー。2009年5月5日、牧師の仕事をするために26歳で、プロバスケット選手としてのキャリアを終えた。NBA での通算成績は169得点99リバウンド11アシストだった。シミアンリタイアーズフロムプロフープス。ありがとうございます。